小林豊の勝手にご当地グルメ開発長、イエーイ。はい、本日のゲストは平松健太です。よろしくお願いします。ようこそ。はい、健ちゃん、今日はですね、はい、こちらのエビセンを使って、はい、玉せんを作っていくんですけど、玉せん、玉せん知ってますか？知ってますよ。はい、この玉せんはですね、名古屋の名物なんです。実は名古屋の名物知らなかった？知らないですよ。そう、まあそのね、名古屋の名物をね、まあちょっとね、僕なりにアレンジして、うん、イタリアン風の玉せんを作っていこうと。イタリアン、玉せんをイタリアン、うん、そう、美味しいよ。そう、楽しみにしててね。はい、はい、そして今回使っていくこのバジルなんですけども、スイートのね、はい、すごいいい香りがするんですけども、でもなんか元気がない感じがするんですけど、いいとこに目がつくね。そう、ちょっとね、こう料理などしてると、うん、あったかいところでやっちゃうので、こうやってしなびれちゃったりするんですよね。で、そういう時にじゃ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 ーん、冷水につけてあげるんですね、氷水に。すると、ほら、ぷっくら、あー、元気になってますね。元気にね、色鮮やかにこう戻るんですよね。これは他の野菜でも同じことが言えて、こうやってみずみずしく新鮮にシャキシャキとした野菜がこう戻るんですよ、うん、なので皆さん、こうやって氷水につけて美味しい新鮮な野菜を食べてみてください。はい、というわけで今日のポイントでした。皆さん、ぜひぜひ作ってくださいね。よろしくよろしく。